始まりました。つくる TV。一色十の絨毯との一分の一スケールの池田です。よろしくお願いします。今日はですね、太陽光発電システムの、キットをご紹介します。まずこちらに、用意したのが、太陽光発電のパネル。住宅の屋根の上なんかに乗っているパネルと基本的には同じものです。次にこちらがバッテリーです。今回船舶用のバッテリーを用意したんですけど、車の使用済みのバッテリーでもいけます。これから、こちらにあるのが充放電のコントローラーっていうものになります。これを中心に太陽光のパネルをここにつなげる。ここもバッテリーのマークなので、バッテリーをここにつなげる。電気のところは実際に使うコンセントを作る、このインバータをつなげる。基本的にこれを中心にパネル、バッテリー、インバータをつなげればどこでも電化製品が使えるっていうシステムが簡単にできます。こちらが各種ケーブルですね。住宅の 100V とかで使うようなケーブルと全く同じものです。これがまあ割とふにゃふにゃになってもすぐに元に形が戻るケーブルですね。ワニ口のクリップですね。プラスとマイナスがありまして、このワニ口のクリップはバッテリーにつなげていくっていう使い方をしていきます。こちらが、電光ペンチ。膜を破って、線を出すにはこれがあるとすごく便利です。電気工作とかそういったことをする機会が多い方はこれ電光ペンチ1本持っておくとすごく便利ですよ。プラスのドライバー、簡単な作業なんで、手回しのもので十分だと思います。カッターナイフを用意してください。例えば使い方としては電線を引っ張ってこれない、例えば畑の中でですね、まあちょっと小屋を建ててそこで照明を使うとかですね、山間部でなかなか電気を通せないような場所で電気が使えるようなシステムを作ったりとか、いろんなイベントにですね出展される方なんかはこれを実際にイベントに持って行ってそこで電気を、まあ発電シーンを使いいのっていうことも、できると思います。